私はソラ。夫のコウジと共に海外旅行から帰ったところだ。はあ、やっぱ家は落ち着くな。ただいま現実。さあ荷物片付けなきゃ。ただいま現実。お土産類は、これは職場へのお菓子で、これは両親への、これは、ん？カタカナでリザックス。この怪しい箱は何？ああ、それほらこれモナックスのパロディ時計。露店で2000円で買ったんだ。ブランド物の偽物ってまずいんじゃないの？これは騙す気のないパロディ商品だから大丈夫だよ。関税も通ったし、会社のビンゴ大会の残念賞にしようと思って。もうそんなものに2000円も使って。2番あれ誰だ？2番2番。はいはい。ヤッホー。あ、わさびさん。彼女はコウジの弟柳くんの奥さんで、わさびさんお邪魔します。義弟嫁なのでそれなりに付き合っているが、正直ちょっと苦手なタイプの人だ。どうしたの？そういえば今日帰国予定だったなと思って近くまで来たから寄ってみたの。見てパー。お土産目当てだな。そっか、ちょうどよかった。お土産もらってくれる？そんな悪いわ。ありがとう。余裕は。柳はどう？なんか仕事でトラブルあったとか聞いたけど。そうなのよ、ここ1週間ずっと泊まり込み。あー大変だね。今夜やっと帰ってこれそうって言ってたわ。そんなこんなで、マイドリーン。わさびはお土産をもらい、ホクホク顔で帰っていった。そして翌日、コーヒーです。コーヒーです。はあ、これが噂の地蔵毛が。コウジどうしたの？探し物？あ、ソラ、あのパロディ時計が見当たらないんだけど、知らない？知らないよ。見てみると、他にも会社や友人用に買っておいたお菓子がなくなっていた。あれどこ行った？急に足履いて逃げたのかな。確かに昨日はあったのに。昨日家に来たのはわさびだけ。でもいくらわさびでもまさかね、身内から盗みなんて。ピンポーン。あれ、柳とわさびさんだ。どうしたんだ柳、こんな朝早くに。まあ上がれよ。兄貴、なんか仕事ですげー忙しかったんだろ。体は大丈夫か？ちゃんと飯食ってるか？あのさ兄貴。うん、どうした？頼んだ俺が悪いんだけどさ、これどう見てもモナックスの時計じゃないよ。兄貴偽物つかまされたんだよ。びっくり。はてんな。うん、あれその時計。兄貴こういうもの興味ないもんな。それなのに俺が頼んだから。ちょっと待って、何の話だ？だから俺がモナックスの時計を。ねえねえ柳、もういいじゃない。海外旅行にはつきものなトラブルだし、もうどうしようもないわよ。なんか怪しいな。ねえ柳くん、一旦落ち着いて。どうしてそのパロディ時計持ってるの？パロディ時計？やべ、それはコウジが買ったパロディ時計だよ。リザックスって書いてあるでしょ。それがモナックスじゃないことは分かってて買ったの。じゃあ俺が頼んだモナックスは。頼んだって何の話だ？いや、俺学生の頃からいつかモナックスの時計を持つのが夢で、コツコツ貯金してたんだよ。お年玉とかバイト代とか。でも欲しいモデルが海外の本店でしか売ってなくて、旅費までは貯まってないからまだまだ買えないと思ってたんだけど。かっこいいな。兄貴たちがその国に旅行に行くって聞いたから、代わりに買ってきてほしいって。貯めてた60万とパンフレットを渡して頼んだんだけど、それで渡されたのがこの偽物。60万？ちょっと待って、お前そんなこと俺に頼んでないじゃないか。あー、いや、それが頼もうとした矢先に会社でトラブルがあって、何日も帰れなくなりそうだったから、わさびに金とパンフを渡して代わりに頼むように言ってたんだけど。わさびさんからは何も言われてないし、お金もパンフレットも預かってないよ。それにその時計知らないうちになくなってて、二人で探してたとこだったの。わさび、どういうことだ？兄貴に頼んでくれたんじゃないのか？頼んだわよ、お金も渡したわよ。嘘つかないで。いくらコウジでもこんなパロディ商品を本物と間違って買うわけないでしょ。いくらコウジでも。なんなら警察に調べてもらおうか。もし旅行前にお金を渡してたなら、わさびさんが私たちと接触した証拠がどこかにあるはずよね。携帯の発信履歴とか、インターホンの録画とか、全部警察に調べてもらおうか。私の記憶では、昨日うちに来るまで1ヶ月は会ってなかったはずだけど。わさび、許して。あなた、わざとじゃないの？そんなつもりはなかったのよ。わさびの話によると、お金を預かってうちに来ようとした途中で。60万、時計なんかにこんな大金出すなんて。でも結婚前から貯めてたお金に口出ししても怒りそうだしな。ここだけあればでかい勝負ができる。増やしてその分はお小遣いにしちゃおう。ゾウヒューティアがせ。そして数日で当然こうなった。ずっとあかん。やばい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 、どうしよう。とにかくごまかせるようにソラさんたちに口裏合わせを頼まなきゃ。口裏合わせのためにうちに訪れたわさびは、あのパロディ時計を本物と思い込み。なんという強行。これを渡してごまかそう。家から取ってそのまま柳に渡したのだった。嘘だろ、俺の学生時代からコツコツ貯めた60万を。あなた違うの、こんなつもりじゃ。俺の努力を、そんなことで。うその後、柳くんは
わさびと離婚。わさびの両親から渡された慰謝料で憧れのモナックスを買うために海外へ行く予定らしい。今度こそきちんと自分の手で買おう。わさびは両親にお金を返すためにベリンどこかへ送られたとか。誰か助けて。いやしかし興味がないとブランドの価値ってよくわからんね。時計に60万か。楽しみって理解できないよね。あ、見て見てカッパの等身大滝枕。マジで買うか。わさびのその後は知らねー。はい、知らねー。これは柳、突然だが産地がピンチ。もう限界だ。くるみも。ええ、今日も部長と課長の長話に付き合わせられるわ。そのせいで作業が遅れて残業だわ。おまけに最近入った新人の子が何かとハラスメントって騒ぐ子で。こっちも似た感じ。何買うにも高いし、どこまで物価上がんの。残業してもスズメの涙程度だしな。こんなストレスまみれの俺たちにも唯一の楽しみがある温泉旅行だ。あ、まあもう少し頑張ろうぜ。次の旅行はちょっと奮発していいところだし。そうね、部長に負けてらんないわ。俺もくるみも大の温泉好き。出会ったきっかけもお互いが温泉巡りをしていたからだった。だから人一倍温泉に対する思いは強いと思う。温泉旅行のために頑張るぞ。おー、で旅行当日。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。どうぞこちらで受付を。ありがとうございます。お世話になります。さすが歴史ある老舗旅館ね。雰囲気が素敵だな。あの、今日から予約してた柳ですが。あ、はいはい、ここに名前書いてください。なんだこの子、接客が随分と雑だな。君、返事は一度でいいんじゃないか。すみませんでした。名のある旅館で働いてるんだ、気をつけた方がいい。だあいつ偉そうに。たかはバイトの俺に上質な接客求めんなよ。ったく、何なんだあの受付は。まあ若い子だったししょうがないわよ。それにしたってな。まあまあいいじゃない、気を取り直して温泉楽しみましょう。部屋に露天風呂もついてるし。そうだな。あー最高。温泉は偉大だな。些細なことなんてどうでもよくなる。心の選択とはよく言ったものね。俺たちにはもう一つ趣味がある。さてじゃあくるみから。今日は老舗旅館タワゴトに来ました。部屋に露天風呂もついてて、ご飯の後大浴場にも行くつもり。それは行った温泉の感想を映像として残すこと、いわゆるホームビデオだ。あ、柳、そろそろ食事行かないと。お、そうだな、俺の分は後で取ろうか。うおー素敵。やっぱりこの旅館にしてよかったわね。まったくだわ。温泉もそうだけど食事が好評で楽しみだったのよね。旅館として力も入れてるみたいだったしな。お気に召したようで幸いです。次は旬のものを使用した小鉢をお持ちします。あ、めんどくせ、なんで俺が配膳まで。あ、げー最悪。見た目ばっか気使ってこんな不安定なもん使うから。どうすっかな。もうあの子は。まあいいや、適当に戻そう。よいしょ。ちょ、君今何した。素手で。お客様、今料理を素手で食器に戻したろ。え、受付にいた子だよな。どういう衛生管理してるんだ。お前な、受付で態度悪いって言われまくるから配膳にしてやったのに、そこでもやらかしたって。あ、みんな、ただ料理を素手で戻すとか。もういい、お前は人前に出るな。布団敷に回れ。二度と俺の料理に触れるな。よろしく。そったれ、どいつもこいつもバイトに求めすぎなんだよ。つーか、ここあの緑頭の部屋か。あいつ受付の時からいちいちうざいんだよな。年上だからって偉そうにしやがって。うわ、柳、気を取り直しましょう。この後新しい小鉢も持ってきてくれたし、料理は評判通り美味しかったし。それもそうだが、残念な気持ちは拭えないよ。あんなスタッフがいるなんて。温泉も料理も素晴らしかったけど、旅館選び間違えたかな。こんなところまで来てくよくよしてたって仕方ないわ。温泉が最高ならいいじゃない。もう一回露天風呂にでも浸かりましょう。く
海、そうだな、せっかくの旅行でストレス溜めてちゃダメだよな。そうよ。じゃあ俺先に入っておくよ。もう少ししたら私も。あら、ビデオの電源入ったまま。もうこの後柳の撮るのにバッテリーは。キャー、どうしたくるみ。ビデオ、ビデオ見て。ビデオ、ま、なんだこれは。柳お湯には。かろうじて浸かる前だったよ。なんなんだこいつは。お客様、どうされましたか。すごい悲鳴が。大変申し訳ございません。当館のスタッフがまさかそんな。どう謝罪していいか。エンジ君、なんでこんなことしたの。こいつらが悪いんだよ。たかがバイトの俺に些細なことでクレームつきやがって。ムカついててやりました。俺たちがどんな思いでここに来てどれだけ期待してたか。日頃のストレスを発散させるために楽しみにしてたんだ。それをこんなことでぶち壊されて。そもそも俺たちは君がバイトなんて知らないし。というかバイトだろうが正社員だろうが接客に差をつけていいはずないだろ。せっかくの旅行だと思って我慢してたけど、さすがにこれは無理。通報させてもらう。ほっ、通報。こんなことで勘弁してくださいよ。今更焦っても遅い。そんな。お客様、改めてこの度のこと誠に申し訳ございません。宿泊費はもちろん交通費含めて弁償させてください。いや、悪いのはあの青年一人で旅館自体に腹を立ててるわけでは。そうです、あなた方の接客は十分なものでしたし。いえ、これは旅館全体の責任です。どうかお詫びをさせてください。こちらもついカッとなって大声を出してしまってすいませんでした。あの青年にしっかりと教育してくださるなら通報したりしません。ありがとうございます。それでは宿泊費交通費と含めてよろしければこちらを。これは。お越しくださりありがとうございました。いろいろあったけど結局部屋もグレードアップしてくれたし、料理も優遇してくれたしな。結果オーライ。それでどうするの、あの受付の子。言ったろう、訴えないよ。もし訴えればバイトテロだなんだのであの旅館にも迷惑かかるし。水に流してやるさ、温泉だけにな。マイナス2点。マイナス1%から。うじなんてことしてんの。あんたは何しても続かないからここで働く。うちは倒産よ。だからごめん、打って気をつけるから。ごめんですみゃ、ポリスメンいらないっての。たっく、バイトがダメなら肩書きを正社員にすればいいのかしら。うえー、まだそのバカ孫働かせる気ですか。てか世に出てないだけで立派なテロでは。おいソラ、ここはもうダメだ。早いとこよそに移った方がいいぜ。トップがあれじゃない。確かに。おお、どこもかしこも美しい。これが超高級旅館の温泉。もうここに住みたい。落ち着いて柳。あの事件からしばらくして俺たちはまた旅行に来ている。実はあの時お詫びとしてもらっていたのがこの旅館の宿泊券。前から来てみたいと思ってたけど高くて手が出なかったんだよな。あー、いいお湯。あ、そういえば聞いた、あの旅館経営危ういんですって。え、なんで。なんでも従業員の方が一気に辞めたらしくって、温泉も料理も質が落ちちゃってもう閉館寸前らしいわ。なんかあったのかな。歴史ある場所だったのにもったいない。まあ今はもうどうでもいいよ、温泉最高。バイトテロダメ絶対。いらっしゃいまし、私はソラ。旅館レオナルドで仲居として働いている。ようこそ旅館レオナルドへ。女将のわさびさんは厳しい人だけどくじけず頑張っている。もうすぐ繁忙期、お客様一人一人誠心誠意対応するのよ。はい。旅館に到着したお客様をお出迎えするところからが仲居の仕事。所作一つでその旅館の印象を左右してしまうため気は抜けない。お部屋はこちらになります。ケトルがこちらにございますのでお使いください。まだ寒いですからね。温度も少し上げますね。あら、ありがとう。そうだ、私たちパワースポット巡りをしているのよ。そうなんですね。
この近くに穴場のパワースポットってありますか？そうですね、地元の方が教えてくださったんですが、北の湖で以前カッパが出たそうで、だんだん人気のスポットになってきているそうですよ。へえ、キワキクシ物知りね、さすがだわ。早速明日行きましょう。バスもあるみたいだね。お客様との会話で観光地のことを聞かれても対応できるよう、情報収集にも気をつけている。意外と体も動かすし、正直楽な仕事ではないが、お客様が喜んでくれることにやりがいを感じていた。お料理お料理。そんなある日、彼らはやってきた。お荷物をお持ちいたします。どうも。いい感じのところね。就職も決まったし、残りの時間は旅行を楽しもうな。大学生カップルかな。就職決まったなら4年生かも。一番楽しい時期だな。あの、ここって部屋に冷蔵庫とかありますか？はい、ございます。そっか、よかった。なんでもないですよ。まだ繁忙期の前だけど、意外とお客様が多いね。だね、休憩をこまめにとっていこう。なにそれ、ウケるわ。あんたあんた。おー、ロビーがなんか騒がしい。でさ、こないだのテストマジ大変だったのよ。なにそれ、ウケるわ。さっきの人たちだ。穏便に穏便に。お客様、他の方にご迷惑になりますので、お部屋に戻られた方が。別にいいじゃん、宿代払っているんだしさ。こっちの景色も綺麗なんだもん。もう結構酔っているな。小さい金の宿はうるせえな。行こうぜ。我慢我慢、これはただのグー。その晩、お食事のご用意ができました。へえ、豪華じゃん。こちら新鮮な。いただきます。聞かないのね。ちょっと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 、私卵といくら食べられないんだけど。アレルギーでしたか、失礼いたしました。いや、嫌いなのよ。嫌いなだけかい。私たちはモチバンクから内定をもらった一流中の一流、それにふさわしい接客をなさい。そら大丈夫？大丈夫、ちょっと厄介な人に手くわしただけだから。飯微妙だったな。ねえ、エンジ、あれ忘れてないでしょうね。忘れているわけないだろ。デザートのカニをいただくとしようぜ。カニを召喚。僕たちカニ。やっほー。それでどうやって食べる？え、僕のこと食べるの？晩飯の時にコンロでも出るかと思ってたが、出なかったわね。今日中に食べちまいたいけど、どうするか。翌日、微妙な宿だったな。特にご飯とかね。やっと帰っていった。これで一安心。さあ、すぐ部屋の掃除を始めよっと。おかしい、これカニの匂い。昨日はカニ料理なんて出していないはずだけど。で、カニが、カニの足がケトルから出ている。これはまずい。うわさ、部屋のケトルからカニの足。おそらくですが、持参したカニを夕食後にケトルで茹でたんだと思います。最初来られた時に袋を持っていて、冷蔵庫はあるかと尋ねられまして、部屋もカニの匂いがついていますし、アレルギーのことを考えるとケトルは交換した方が。大変だわさ。消臭業者を呼ぼうにも、あの部屋はすでに予約が入っている。他の部屋は繁忙期で満室状態。ということは、予約してくださったお客様にキャンセルしてもらうしかねえじゃねえか。あんた、デッサン、許せねえな、こんな真似。後日。はあ、損害賠償だ。待て待て、毎日満室ってわけではないだろ。現在繁忙期のため、部屋の空きがございません。お客様が宿泊された部屋は清掃で使えないため、キャンセルが発生しております。よって被害額を請求させていただきます。カニの匂いが部屋についてるって言ったけどよ、こっちはカニを茹でる時に空気清浄機を回してたっつーの。それに利用規約にもケトルでカニを茹でちゃダメとか書いてないだろ。損害賠償知らないね。え、ちょっとって電話があったよ。何よそれ、ひどくない？だよな、何癖つけてお金を奪おうって魂胆が見え見えなんだよ。そうだわ、あの宿のこと SNS で拡散させて恥をかかせましょうよ。いいね、宿の飯はまずいし、ケトルでカニを茹でたら賠償請求されたって話バズるかもね。そしたら向こうもきっと請求を取りやめるわよ。そうと決まれば善は急げだな。拡散希望っと。あ、リツイート半端ね。やっぱ俺ら間違ってないよね。ピラ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 、通知やばー。
芸人？たくさんの人が旅館の悪口を目にしてるってことです。すいません、私がもっとしっかりしていれば。いや、ソラさんは悪くない。悪いのはこいつらだ。よく見ろ、みんないろいろ言っているようだが、旅館を擁護してくれる声ばかりだ。スタッフをよく言ってくれてるツイートも多いわさよ。だから慌てることはないわさ。本当だ。あ、元ツイートが消えた。それよりも賠償金の連絡をよこさないで旅館のことを悪く言うたいい度胸してんじゃねえか。わさび、あの人呼ぶぞ。すぐせに。一体誰よ。知り合いに腕利きの弁護士がいるのよ。その人に今回の件を相談するわさ。それはやりすぎじゃ。いいえ、ケトルの交換に部屋の清掃、そして予約のキャンセル、ネットにはあることないこと書いてくれちゃって、他のお客様にも不快な思いをさせたことは決して許さないわさ。弁護士を召喚。お待たせしました。はや、どこから。お話は聞かせていただきました。いつ。そもそも宿泊客は宿側に損害を与えないよう注意する義務が契約上課されることになるので、これに違反した場合、宿泊客が損害賠償責任を負うこととなります。今回の場合ですと、備え付けのケトルでカニを茹でた行為がそれに当たります。普通の判断能力を持つ一般人ならわかることですが、ケトルの通常の使用方法はお湯を沸かすこと。しかしその使用方法に反し、ケトルに匂いが移り交換する必要が生じたなら、宿側は損害賠償を請求することができます。おお、部屋の匂いが取れなかったから消臭業者にお願いしたんだけど、その代金も請求できるのかしら。はい、可能です。おお、今回の契約違反行為との間に相当な因果関係がある損害ということになりますので、宿泊客は消臭業者の代金も支払う必要があります。あと分かればやってやるぜ。手加減いらないからね。やった、お任しとけ。こうしてヒサメとエンジは損害賠償を払うことに。さらに炎上で身元が特定されてしまったため、内定をもらっていた会社からも採用を取り消されたそう。就職活動を再開するも今回の件は有名になっていたそうで。君ってあのエンジ君？どけ。はは、やっぱあのカニの。それじゃあちょっと採用はきついかな。うわ、どの会社も園児たちを採用しようとはしなかった。私、親から仕送り止められたわ。バイトも雇ってもらえないし、どうやって家賃払えばいいのよ。俺も似たようなもんだ。お先は真っ暗。あ、バカカニ、全部あんたのせいよ。あんたがいなければそもそも茹でようなんてならなかったわよ。お前のせいなんだから、お前が責任取れや。やんのかそら。キャー、なんとか無事乗り切れたな。お父様がこのレオナルドを創業して以来最大のピンチだったわさ。でも不思議なものね、採用が馬というか。きっとお父様が守ってくださっているんだな。あの騒動で私たちの旅館も話題となり、嬉しいことに繁忙期が過ぎても予約が殺到している。ようこそ旅館レオナルドへ。お姉さん、見えるんだけど見えないものを探しているんです。恋って知ってますか？っていう弟でも賢くなる温泉とか知ってますか？知らねえでございます。一件落着。私はソラ、こっちは夫のコウジ。ソラ、洗濯物取り込んでおいたよ。ありがとうコウジ。私たちは高校生の頃から付き合っていて、1ヶ月前に晴れて結婚。イエーイ。そして1ヶ月前にこのマンションに引っ越してきた。よいしょ。2人きりの楽しい新婚生活とはいかなくて。ただいま。あ、帰ってきた。おかえり母さん。おかえりなさい。あらあら、今洗濯終わったとこ。この人は義母のヒサメさん。このマンションでは私たち夫婦とお母さんの3人で暮らしている。ただお母さんがここに帰ってくることは稀で。じゃあこれも3日分の服ね、洗濯よろしく。あ、はい。もともと未婚のシングルマザーで、今は彼氏さんの家に入り浸っている。明日からまた1週間エンジのとこ行くから、朝までに洗濯済ませといてよ。あ、その中のワンピースはエンジのお気に入りなんだから、シワにならないようにね。あ、わかりました。息子の前で堂々と彼氏の話を。私は一眠りするわ。晩ご飯できたら起こしてね。バイバイ。ごめんな、ソラ、いつも迷惑かけて。ううん、これくらい全然平気。同居とはいえほとんど顔を合わせないから、嫁姑問題にもならなくていいんだけどね。お母さんはコウジが小さい頃から育児や家事を放り出していたそうで。今から私の妹が来るからご飯は作ってもらいなさい。うん。家にはほとんど帰らず、男の人のところに入り浸っていたらしい。あんたさ、彼女と遊ぶのもいいけど掃除やっといてよ。じゃあゲンのとこ行ってくるから、ソラさんもあんまり長居しないでね。わかりました。結婚する時もまあまあ揉めて、なんとか許してもらったのだが。今から1ヶ月前。はあ、2人でマンション借りて住むですって？何よそれ、私一人をこの家に置いていくわけ？私の世話は誰がしてくれんのよ。
私も一緒にマンションに行くわ。いや、母さんには彼氏がいるだろ。でもでも家に帰ったら一人だなんて寂しい。工事はたった一人の家族を見捨てるっていうの。困ったな。工事、私は大丈夫だから。そら、わかったよ。あ、そう、じゃあ早く見取り図見せて。あ、私の部屋はね。こうしてお母さんとの同居が決まったのだった。そして今私たちは新たな問題に直面している。はあ、新婚旅行で2週間家を空けるですって。しかもあのリゾート地のモナー島、2週間も私を一人にするわけ。私も一緒にモナー島に行くわ。何言ってんだよ、これは俺たちの新婚旅行だぞ。3人で行った方が1人当たりの旅行代金が割安になるでしょ。それに私が家にいたら光熱費がもったいないじゃない。母さんがいるのはほとんど彼氏の家じゃないか。すごいデジャブ。でもでも家に帰ったら一人だなんて寂しい。コーチはたった一人の家族を見捨てるっていうの。あ、これもすごいデジャブだ。ピーン。コーチ、私は大丈夫だから。ソラ、もしかして俺たち繰り返してる。わかったよ。あ、そう、じゃあ早くガイドブック見せて。その代わり3人で行動するのは行き帰りの移動日だけだからな。あとは俺たち2人だけで観光させてくれ。母さんはその間好きにしてていいから。なんだ、そんなのお安いご用よ。私は1人で好きに観光していればいいのね。それにしてもそんなに2人でイチャイチャしたいだなんていやらしいわ。それじゃあ決まり。あ、飛行機とホテルの手配はお願いね。ソラ、本当にごめんな。うん、全然大丈夫。3人一緒なのは行き帰りだけだもん。こうして新婚旅行にお母さんも同行することが決まったのだった。そして旅行初日、やっと着いたわ。飛行機は肩が凝るわね。ここがあの高級リゾート地のモナー島ね。まさか初めての海外旅行でモナー島に来れるなんて。コージ、ソラさん、本当にありがとう。私は最高の息子を持ったわ。もちろんソラさんも最高の娘よ。あなたたちとここに来れて私幸せよ。母さんが喜んでくれてよかったよ。その後ホテルにて。お母さん嬉しそうだったね。チェックインした時も喜んでくれてよかったね。こんなにいいホテル？一人部屋なのに広。ああ、母さんがあんなに楽しそうなの初めて見たよ。小さい頃から家族で泊まりの旅行なんてなかったからな。ソラ、母さんが来ることを許してくれて本当にありがとう。うん、うん、私もお母さんとコージが喜んでくれて嬉しいよ。明日からは二人で新婚旅行を楽しもうな。うん、翌日から私たちは二人きりのモナー島を思いっきり楽しんだ。お母さんのその後は多分楽しんでるんじゃないかな。アディオス。しかしそううまくいくはずもなく、旅行5日目のこと。あれ、コージ電話鳴ってる。本当だ、なんだろう。もしもし。コージどうしたの？クレジットカード会社から俺のカードが不正使用されて止められたって。そんな、留守にしてる間に家のカードが盗まれたとか、それくらいしか考えられない。それがその頃。ちょっと、どうして買えないの？なんで暗証番号じゃなきゃダメなのよ。サインでいいでしょ。いや、そもそもあなたコージさんじゃないですよね。コージは私の息子よ。母親が使ったっていいじゃない。それ犯罪ですね。ちょっと母さん、何してるんだよ。げっ、コージ、ソラさん、なんでここに？カード会社から海外でカードが何度も高額で使用されてるって俺に連絡があったんだよ。それで最後にカードが使われた店を教えてもらったんだ。母さん、俺の財布からカードを盗んだだろ。盗んだなんて、ちょっと借りただけじゃない。私たち家族なんだからいいでしょ。それよりコージ、なんでカードの暗証番号を私の誕生日にしてないのよ。普通は最愛の母親の誕生日にするでしょ。たった一人の家族なんだから。あーん、一人息子が母親をないがしろにするわ。ピエーン。またこれかよ。とにかく店を出るぞ。あー、私のモナタのバッグ。昨日もカードでバッグ買ってたからいいだろ。お邪魔しました。その日は予定していた観光を取りやめてホテルに戻り、息子のカードを勝手に使うなんて何考えてるんだよ。だって海外旅行なんて初めてだし、こっちの通貨とか分かんなくて。もういい、分かったから泣かないでくれよ。これモナー島の通貨、無駄遣いしなければ滞在中は持つから。無駄遣いしなければ。いいの？ありがとう。これなら私も一人で観光できるわ。はあ、これで明日から落ち着いて観光できそう。しかしその二日後、またしても嫌な予感。モナー島ポリス？はあ、母が食い逃げ。どうやらお母さんはもらった現金を1日で使い切ったらしく、コージの名前でつけて食事しようとしたらしいが、当然無理だったようで。話しなさいよ。息子もこの島にいるんだからつけていいでしょ。こねたところ通報され、現地ポリスに連行されたそうだ。私たちはその日も観光を諦めて警察署へ向かったのだが、あなたたち外国の人にお金払わないってどういうこと？あの凶暴な人が母親になって、あなたたちもただものじゃないね。お母さん、どんなこねかざしたの？激おこやんけ。取り調べが終わるまで返してもらえず、3日間も警察署で過ごす羽目になった。そして旅行10日目。母さん、帰るぞ。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。それはこっちのセリフだよ。お邪魔しました。3日間の取り調べを終え、ようやくホテルに戻ることができた。母さん、いい加減にしてくれ。母さんのせいで新婚旅行が台無しだよ。だってそもそも
それにあなたを育てたのは私なのよ。それなのに私を放って新婚旅行だなんて、私より嫁の方が大事だって言うの？最低な息子ね。コージ確かにあなたに産んでもらったのは事実だよ。たった一人の血のつながった家族だよ。だけど俺は母さんに育ててもらった覚えはない。いつも俺のことはおばさんに預けて遊び回ってたじゃないか。コージ母さんは旅行で2週間も一人なんて寂しいとか言ってたけど、俺は昔からずっと家で一人ぼっちだった。お母さんねえ行かないで、一緒にいてよ。うるさいわね。もう小学生なんだから一人で平気でしょ。俺は子供の頃からずっと寂しいって思ってたよ。そんな母さんより俺は空の方が大事なんだ。コージの言葉にお母さんは打ちのめされたようで、旅行の残り日程はホテルでおとなしく過ごしたようだ。コージが私にあんな言い方するなんて。コージと私は残りの数日間、今度こそ思いっきり新婚旅行を楽しんだ。そして帰国後、ま、待ってよコージ。時差ボケも治ってないのに追い出したなんてひどいわ。私も大事な家族でしょ。楽しかったもきゅー。戸籍上だけな。お母さんとは同居を解消することに。どうやら彼氏さんの家に身を寄せるつもりのようで。眠い。時差ボケで頭が回らないわ。あまり揉めることなくお母さんは出て行ってくれた。エンジ来ちゃった。合鍵使うわね。ねえエンジ聞いてよ、私住むところなくなっちゃって。いい機会だから席でもいる。はあ、うわー何よその女。あ、こいつだよ、息子夫婦に寄生してるダメ親。例のエンジにすり寄ってる感じかよ女。私が本命なんだから邪魔しないでよね。そういうわけでさ、お前も用済みなんだわ。早く出てってくんない。そんな、私の家は家族は無気ショック。私たち夫婦はというと、これでやっと二人きりの新婚生活が始められるな。新しい家具何買おうか。親子三人で川の字で寝られるように大きいベッド買っちゃおうか。もうコージったら気が早いよ。私はかすみ、普通の会社員をしています。かすみさんの仕事はいつも早いし、ミスがなくて助かるよ。ありがとうございます。この人は上司の藤部長。いつも優しいし部下思いの素敵な人です。はあ、午前の仕事終わった。かすみ、お昼ご飯食べに行こう。優しい同僚や上司に恵まれて本当にいい職場だ。今日も日差しがきついな。かすみはいつも長袖だよね。暑くないの？あ、うん、大丈夫。長袖着てないとちょっと落ち着かなくて。あー、もうほんと日差していいよね。私の美白が焼けちゃうじゃない。ゲヒサメ。彼女はヒサメさん。同じ会社のすごく美人さんな同僚です。ヒサメさんいつ見てもスタイルがいいな。日焼けってそんな格好で出社してくるからだよ。さっきも藤部長に怒られてたじゃん。ヒサメさん、会社にふさわしくない格好はやめてください。ちょっとくらいいいじゃないですか。すごく似合ってると思いませんか？似合ってはいますが、そういった格好はプライベートでしてください。集中できる環境を作らないから仕事のミスも増えるんです。もっと丁寧な仕事を心がけてください。仕事中に化粧も NG ですよ。そんな、何よ、私はこれが一番集中できるのよ。はあ、藤部長って本当に頭が固いわよね。せっかくイケメンなのに、私みたいな美女じゃなくて妹女ばっかり気にかけるし。あら、やった自覚なかったの？かすみのことに決まってるじゃない。ちょっとひさめ、服のセンスもないしスタイルも平凡。ルイは友を呼ぶってこういうことよね。確かに私はひさめさんに比べたら全然スタイル良くないから。笑ってる場合じゃないでしょかすみ。言っていいことと悪いことがあるよ。やだ、噛みつかないでよ。それとも何、私のこの美麗なプロポーションに嫉妬しているのかしら。あなたたちにもアドバイスしてあげようか、ダイエット法とか。いや別にいいです。っていうか、かすみっていつも長袖だし足も隠してるわよね。なんで？それはもしかして実はすっごいデブで隠してたり、大根足に大根腕とか。そんな、なんてね、冗談よ冗談。本当にそんなデブなら藤部長もがっかりするでしょうね。まあそっちの方が私はありがたいけど。もういい加減にしなよ。決めつけは良くないよ。だいたい人がどんな格好をしていようが自由でしょ。あ、そう、じゃあ私も自由に服を着ようっと。もっと過激な格好で攻めてみようかしら。部長も男だし。じゃあそういう意味じゃ。かすみ大丈夫、気にしなくていいんだからね。ありがとう、ソラちゃん。ほら、ひさみのことなんて忘れてご飯行こう。やっぱりずっと長袖って変だよね。数日後、社員旅行ですか？うん、他部署の人も同じ旅館で予約する予定で、部署間交流もできたらなって。へえ、みんなでお泊まりか、楽しみだね。かすみ、うんと、どうしよう、泊まりだなんて。やっぱりお風呂とかみんなで入るよね。それで日程の方だけど、皆さん大丈夫ですか？はい。どうしよう、不安でいいが、不安になっちゃダメ。ソラちゃんと一緒に行く旅行なら楽しいに決まってるもん。旅行当日、もちゃーん、見て見て、かすみ、あれが餅状だよ。写真そのまま。わー、本当に餅
行って言ったら普通高級スパに高級ディナーじゃないの。なんでこんな映えないっていうか得体の知らない城見なきゃいけないのよ。みんな集合写真撮るよ。はい。あー楽しかった。明日はどこ行こっか。カッパ庭園とかどうかな。観光パンフレットに載ってたんだけど。カッパ庭園すごく気になる。なんてカッパ庭園なんだろう。カッパいるのかな。私が育てました。カッパはいないと思うけど。サラちゃん楽しそうだな。最初は不安だったけど私もすごく楽しかった。来てよかったな。ここって露天風呂あるの。成分もこだわってるし美容に良さそうね。露天風呂入りに行こうかすみ。お風呂一緒に行きたいけど。やっぱりごめんね。私はちょっと疲れちゃったから先に入ってきて。あそうなの、わかった。ゆっくり休んでね。数時間後みんな寝てるよね。今のうちに。かすみこんな時間にどこに。お風呂なんで一人でこっそり。そういえばもしかして実はすっごいテムで隠してたり。大根足に大根腕とか。まさか本当に体型を隠して。これはいいこと考えた。いつも部長に贔屓されて、たまには恥かけばいいのよ。翌日。ねえかすみ、その上着貸してくれない。ちょっと寒くて。なんで今着てるものだし。かすみちょっとこの服着てみてよ。その服脱いでさ。そういうの趣味じゃないからいいかな。かすみひさめさんどうしたんだろう。さあ今日はやたらかすみに絡んでますね。仲良くなりたいのかな。それならいいんですけど。さて今日はどこへ行きましょうか。かすみさんが提案していたカッパ庭園と。昨日は城、今度は庭園。部長もうちょっとこう近くに楽しそうで美しいスポットがありません。徒歩5分の超映えそうな水族館とか観覧車とかリゾート地とか。近くて美しい。じゃあこの旅館の庭園の散歩はどうでしょうか。ああここの庭園確かに立派な日本庭園でしたね。いい案ですね。やったー。結局庭園。あの芋女どこまでも私の邪魔を。とても立派な庭ですね。はい、昨日はすぐ出かけたから気づかなかったけど、お庭だけでも散歩しがいがあります。たく、こんな古臭い庭散歩してどこが楽しいのよ。あの池。そうだわ、富士部長かすみ、あっちも見ましょう。あの池の形超芸術的。めっちゃ映えそう。ねえ、あそこにすごく綺麗な鯉がいるわよ。ほらかすみ、よく見て。どこだろう。キャー、足が滑っちゃった。かすみさん大丈夫。はい。ちょっとひさめ、なんてこと。上着が破れてる。何、何の騒ぎ。誰かが池に落ちたみたい。あれって富士部長の部署の。チャンス、人も集まってきたわね。あら、かすみったらどうしね。大丈夫。ほら手貸してあげるから早く上がりなさいよ。あらあら、上着もボロボロじゃない。何その腕。大丈夫、落ち着いて。ありがとうございます。そのあざ今できたんじゃないわよね。これは大丈夫です、昔からなので。なんだびっくりさせないでよね。まったく。それならその大きなあざは何なのよ。気持ち悪いわね。ちょっとひさめ。そうだよね、実は私ずっとこのやけどがコンプレックスで、小さい頃お手伝いでお料理をしていた時にお鍋をひっくり返しちゃって。そうだったんだ。サメさんみたいな綺麗な肌が羨ましいと思えば思うほど人に見られるの恥ずかしくて、それでずっと厚着でお風呂も一人でこっそり。せっかく誘ってくれたのにごめんなさい。お涙ちょうだいみたいなのやめてくれる。まあ私の美肌を羨むのは仕方ないことだけど、まあそんなグロい跡があるなら長袖着てるのが正解かもね。私なら耐えらんない。なんてひどいこと言うの。サメさん、そこまでですよ。少しは彼女の気持ちも考えて発言してください。だって見てくださいよ、あの火傷跡、すっごい醜くて。傷なら僕にもありますよ。え、小さい頃に受けた手術の跡です。見ますか。サメさん風に言えばそれは醜い跡でしょうね。いや、私そんな富士部長のことそんな風に。そうですか、随分とかすみさんへの態度と違うんですね。それはかすみさん気にするなとは言いません。特に女性にとっては僕なんかの傷よりも気になってしまうことだと思います。ですがだからといってあなたの魅力は何も変わらないと僕は思います。誠実で優しいかすみさんを知っていますから。そうだよ、だってかすみはかすみだもん。大切な仲間で友達だよ。おじさん、そらちゃん、そりゃ一緒にお風呂とか海とか行けたら楽しいだろうけど、でもかすみが楽しくなきゃ私だって楽しくないからね。ひさめさん、外見で人を見下すなんて最低な行為です。はぁ、私。そうだよ、やたらかすみに絡んでたのも上着流しためだったんでしょ。マジで無理やり、怖。最低、ドキュンやばすぎ。だって私はただかすみがてっきり、かすみが実は隠れたメガ級大根足のデブだからだと。はぁ、何それひどい。無理やり人の知られたくない過去を暴いて恥をかかせようなんて言語道断ですね。今周りを見ればわかるでしょう、あなたとかすみさんどちらが白い目で見られているか。ひぃ、
イサメさんって美人だと思ってたけど中身は最低ね。まあ仕事もカスメさんの方ができるもんね。妬みって怖。今後改善が見られないようであれば厳しく対処しますからね。そんな行こうカスミ、体が冷えちゃうよ。温泉入ってやってもらう。待って置いていかないで。私の秘密はバレちゃったけど、サラちゃんも藤部ちゃんもいつも通り優しくて。お風呂行くけどどうする？入りたいけど。あ、じゃあ深夜にこっそり入っちゃう？かすみが良ければだけど。いいの？今入りに行った方が。大丈夫だよ、深夜の方が人がいなくて貸し切り気分を味わえちゃうかも。その方がラッキーじゃない？うん、気持ちが楽になって充実した旅行になった。まだ時間がかかるかもしれないけど、いつかこの傷を隠さずに外を歩けたらいいなって。その後ヒサメさんはというと、今回の件が社内に広まってしまい。ねえ知ってる？ヒサメさんって、肩身が狭いのか人目を避けるようになり、以前のように話しかけてこなくなってしまった。こっち見ないで話しかけないでやめてこないで。ごめんなさい。やり方はどうであれ、みんなに秘密を明かすきっかけをくれて感謝しています。